左からアート・サミュエル、チャールズ・マッカーサー、ハーポ・マルクス、ドロシー・パーカー、アレクサンダー・ウールコット・アルゴン・キン・ホテル・アルゴン・キン、ラウンド・テーブルは1920年代のニューヨークにあった出版関係者を中心とした社交サークル。雑誌記者、編集者、ジャーナリスト、批評家などが毎日昼食時にマンハッタンにあるアルゴン・キン・ホテルのレストランの円卓に集まり、 会話を楽しんだことから名付けられた。近くに劇場も多かったことから、劇作家や女優など演劇関係者も多かった。第一次世界大戦が終わって間もない1920年代、アメリカでは娯楽や大衆文化が活気づき、狂乱の20年代、ジャズエイジなどと呼ばれる狂楽的な時代を迎えた。マンハッタン十四丁目の五番街と六番街の間にある、 アルゴンキンホテルの周囲には流行や文化を牽引する出版社や劇場が当時多くありその関係者が昼時に集まってはレストランルームの昼の営業時間が終わる夕方近くまで仲間内で食事と軽口を楽しんだ集まる人数が増えるにつれ会話がしやすいようにホテル側が円卓を用意したことからアルゴンキンラウンドテーブルと呼ばれるようになった中心人物は ホテルの近くに事務所があったコンデナスト社のバニティフェア氏やザ・ニューヨーカー氏で働いていたロバート・ベンチリー、ドロシー・パーカー、ロバート・イーシャー・ウッド、ハロルド・ロスラで、他にニューヨーク・トリビューン、ニューヨーク・タイムズ、ニューヨーク・ワールドといった新聞のコラムニストたちや売り出し中の女優やコメディアンなども加わり、最盛期には数十人の業界人が集まる。 華やかな社交の場となった。1920年代の約10年間、業界人サークルとしてにぎわった。この集まりも大恐慌とともに消滅した。1927年に陶器映画が始まると、娯楽の中心も演劇から映画に移り、アルゴンキンに集っていた、業界人の多くも仕事を求めてハリウッドに移っていった。 伝卓での診断で、ユーモアのある会話は、ウィットに富、ボンモットの応酬だったとされ、一時代を象徴する一つの伝説的な文芸サロンとして語られる一方、実際には大した才能はいなかったという意見もあり、1994年のニューヨークタイムズの記事では、パーカー、ベンチリー、カウフマン、コネリーラの仕事は、アメリカンユーモアとしては一級とは言えない都市、三流、四流、 五流の知識人による売り込みに熱心な仲間内の慣れ合いに過ぎず、アルゴン金の円卓についての歴史本の著者ですら、自分ならこのランチに参加したくないと述べている、といった関係者による批判的な発言を紹介している。1968年には円卓で交わされたジョークをまとめたザ・アルガーン・クイーン・ウィッツが出版されているが、エドマンド・ウィルソンは再起のない、 ひどい語呂合わせと切り捨てている。1902年創業。当初同ホテルのオークルームが使われていたが、後にローズルームの円卓が使われた。業界人が集まったことで、おしゃれな場所として、ホテルの人気も上がった。後にラウンドテーブルルームと名付けられ、当時を忍ばせる絵画などが飾られている。1980年代には、日本の青木建設が所有していた。 1987年には、ザ・テン・イヤーランチザ・ウィズ・アンド・レジェンド・オブ・ザ・アルバーン・クイン・ラウンドテーブルというタイトルで、ドキュメンタリー映画が制作され、女優のヘレン・ヘイズなど、当時を知る関係者が思い出を語った。1994年には、主要人物だったドロシー・パーカーを描いた映画、ミセス・パーカージャズ・エイジの花が制作され、日本でも公開された。 a b w i ズ at the Round Table ット、E.R. ウンスクエアウィリアム・グライムスニューヨーク・タイムズジューン28 1994シティメイク・スイット・オフィシャルアルガン・クイーン・イズ・ランドマークスーザン・ヘラー・アンダーソンニューヨーク・タイムズセプテンバー20 1987ミセス・パーカーホテルからいつもドラマが生まれる金丸ひろみ、ありがとうございます